ボン、皆さんこんにちは。今回は新しく納車したアクティで山道を走っていきたいと思います。毎回恒例の新しい車山道コースなんですけど、はい、きちんと果たして走るのかと、うん、そして登るのか曲がるのか止まるのか、うん、これを泉さんに運転して確かめてもらいたいと思います。いや、まあ何気に名古屋から大阪まで、うん、下道で、うん、まあ、帰ってきてるは帰ってきてるんですけど、あ、そうだね、そうそうそう、一応走ってるのは走ってるんですけど、うん、まあ普段乗りしてて、うん、やっぱり坂道とかが登らないというか、登らないというか、今まで数々の古い車を乗ってきたんですけど、うん、まあ、その中でもダントツで登らないんじゃないかって思うぐらい登らないですよ。そうやな、ダントツで非力やなこれ。そうだから、まあその面もちょっと確かめたいなっていうのもあったりとかですね、はい、この下をこうぐるぐる回すじゃないですか、この窓開けるのこうぐるぐる、あ、回すな。そうで、まあ結構普段でもね、この車を乗ってるので、うん、まあ、普通に乗ってるので、うん、まあ、普段どういう感じでドライブスルーしてるのかとかもちょっと、まあ、確かにお見せできたらなっていうのもありまして、まあ、こちらの車にぴったしなね、うん、スターバックスとかちょっとドライブスルーちゃう。もう3台続けてこのくるくる乗ってるから。そうやねんな、3台え、だって3台目アクティエブリーアクティやから、うん、3台とももうくるくるしてるから、うん、くるくるに慣れてしまってんねんな。こちらとしては何年生まれ95年。まあそんな感じで、はい、久しぶりのじゃあドライビングということで、ドライビングということで全力で楽しんでいきたいと思います。あ、見えてきた。スターバックス見えてきた。スターバックス見えてきた。あー、なるほどね。こうか。ここ曲がれるようになってるんや。優しい。優しいな、これ。さあ。初めてのドライブスルーの瞬間、え、これドライブスルーあるやん、絶対ないよな、ないよ、え、っていうことで本日貴重なドライブスルーシーンを見れないということでですね今から若草山の方に向かっていきたいと思います。はい、下のところは握りやすいんやけど上の方がちょっと遠いかなって感じますね。全然感じひんそれは。全然ちょ、じゃあ腕が長いということで、うん、よろしいでしょうか。座り心地なんかはどうでしょうか。座り心地も全然いい。今までってなんか硬い感じのイメージやったけど、うん、クッションみたいな感じやから今回は。そうやな、比較的、うん、クッション性の高いシートです。特に腰痛いっていうのもないかな。このヘッドレストの問題も、ヘッドレストの問題なしないし、上にちゃんと火のやつもついてるし、火よけもサンバイザー OK。 うん、さあ鹿さんたちはいるのでしょうか、いらいのでしょうか。これこっち側でよろしいんでしょうか。よろしい。あ、スターバックスありました。びっくりした、もう声が大きい。いつもこんな感じやでいるんだけど、今心臓が力出た飲んだけどあ、お祭りや、お祭りお祭り、お祭りがいっちゃん楽しい、こんな車のレビューよりごめんやけど、もしかして車のレビューは興味ない。正直に言わせてもらうけど、こんなん降りてお祭り行った方がいっちゃん楽しいって決まってるやんおお、やっぱ人が多いですね。新年明けましておめでとうございますなので。そうですね。そんな中私たちは車のレビューをさせていただいております。はい、うわ、めっちゃお祭りやん。うわー、たこ焼き食いてー。あ、イカ焼きもある。マジか。うわ、鹿です、鹿通ります、どうぞ。ほら見て、トタテかって感じ。かわいい、かちゃんと渡ってる、かわいい。はい、鹿通りました、どうぞどうぞ。うわ、ここはなんか鳥取の砂丘ですかっていうぐらいの茶色が目立ってる砂丘ではないよねあ、こんなとこなん、若草山って。いつか想像してたとこと違う。あ、うん、違うねんけどどこに行ってるんこれ。おお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 、揺れは、揺れもマシっていうか、うん、ま
ま気にならへん程度やねんけどな。まあそうよな、前回のあれやばかったよな、うん、これなんでなんやろ、タイヤ変えたから。それもあると思うけどな。このこういう道で一回スピード落としたら登りにくい、だいぶ。ほらもうこれ登らんもん。今30キロ程度です。うん、30キロしか出やん。あんまりきつい坂道じゃないんやけども、うん、だいぶ登りづらいです。だいぶ登りづらい。なんか普通の車って多分だいぶ踏み込んだらめっちゃスピード出るっていうイメージがあんねんけど、うん、踏み込んだらもうなんか硬くなってそれ以上進まんみたいな。これ踏み込みの城が浅いよな。うん、な気がする。思わん？ほんまに、あの全然踏み込まれへんというか、うん、あ、鹿さんが、鹿さんがちょっと道路を封してますか。これは封してますね、これは。どうしようか。鹿さん、鹿さん勇敢やな。鹿さん勇敢ですね。おっとおっとおっと、鹿さん横目に、おっと横目に、どうぞ鹿肉食べる、どうぞ。来てます。え、こんなとこやった。どこここ。なんか違うような気がする。あー、ミスったな、これは完全に。一瞬山道やったやん、うん、終わりちゃんも終わりだな。絶対そんな近くないもん。近くないな。うん、どこにしたん。まあ暗くなってからみたいなもんや、見どころは。ライトがちゃんとつくかとかな。そういうところもしっかり伝えていかないと。まあ、明るい画面は結構撮れたということで、ここからは暗くなってきます。夜景とか見ちゃったりしてロマンチックに。夜景はあんま関係ないんですけど、車のレビューの方をお願いしてるんですけど。レビュー、はい、レビューつったって乗れんねんから。乗れるやろそんなの。見たらわかるやん一目で。やっぱ最新の車ってすごそうよな。ああ、うん、こんなエアコンとか、うん、今ついてないやろな。かわいそうやな、逆に。このエアコン見られへんなって。ライトついてる。うん、ついてんねん。それすら分からへんやろ、うん、これライト暗いよな。暗い、ってか今のさ、うん、新しい車のライトめっちゃ眩しいない。眩しい。ハイビーム並みになんか LED とか言うてな。そう、もう目に優しくないねん。まず優しくない。やっぱオレンジじゃないとライトは。オレンジじゃないと、うん、こっからがね、本物の山道もしくは凍ってる。こっちだけやな。もしくは凍ってるっていう可能性もあるので、アイスドライビングになります。あとメーターの緑のライトがまたいいですね。そう、夜になったら緑になるんです、これ。うん、めちゃくちゃ見にくいメーター。あ、見えてきました。はい、ドライブハンウェイ。あ、ここがモードボラン。待って、ここがモードボラン。20キロ。ちょっと暗くなってきたんですが、ご了承くださいませ。もう山やしな。ついでに言うと、で、そこは何キロ道路かな。30キロ。はい、30キロ道路を30キロで走らせていただいております。30キロ出ないですね。20キロですね。やっぱ登らないですね。本気で踏んでます。本気で、だから音がもうブーンって言ってるくない。20キロしか出やん。このカーブは全然曲がんねえな。カーブの曲がり心地はいい。いやな、前なんかもっとグワってなってたくない。うん、うわ、登らん、登らんっていうか、もうグッって押したらもうほんまにもうそれ以上進まんみたいな感じ。うん、それ以上踏み込まれへんっていうのが。あ、そう。だから30キロやな。うん、ほんまに20キロから30キロの間を行き来してるだけ。うん、まあ、特別勾配がきついわけではなくて、普通の山道程度なんだけど、うん、それでも、うん、この感じやもんな。こんなんやもん、ほら全然進まん、ここ全然進まん。え、ほんまに。あ、もう20キロですね。うん、20〜30キロ。うーん、逆にアクティで来てみた。アクティじゃなくてエブリーちゃんでも来てみたかったな、これ。エブリーは結構なんか強いよ。あの人強、うん、強かった。初期に乗ってた、うん、あの軽バン、アクティ、アクティとやっぱ似てる。似てるな。似てる、この上り坂の感じ。やっぱり言われれば一緒や。
エブリィはなんかやっぱ違うって思った。あれだけやん、唯一違う車乗ったの。そうやな、踏んだら進むっていう、うん、まあ普通のことやけど、うん、あれがちゃんとなってるんやけど、アクティシリーズは、アクティシリーズ厳しいな、ほんまに。特に上りに弱すぎるよな。弱い加速と、うん、加速も弱い、加速も弱い。ほんまに平坦なところでスピードは普通に出るけど、うん、いきなり加速しようとしたりとか、上り出したらもう終わり。そうやな、うん。ちなみにピンライトは、まあ、カメラ越しやからあれやけど、全然ちゃう。ハイビームしたのか。ハイビームしてくださいこれ変わった。いや、これとこれやで。ライトはちょっと、まあ、これがいいね。これ弱いな弱い。あー、頂上着きました。こちらが頂上。おー、鹿さんが。鹿さん鹿さんどいてよっていうことでですね、全部鍵がロックされてるのでですね、こういう感じで閉じ込めておくこともできるっていう優れものなんですけど、これ私がこうやって開けないと彼は入ってこれないんですよ。うれ、開けてほしいがいい。うれ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 。寒い。出たん？寒いって普通に。お疲れ。はい、ということで無事、山道を登り切って、はい、山頂に到着しました。うん。まあ、結論から言うとですね、はい、まあ、問題なく走ります。問題なく走ります。山道は登りません。登りません。うん。乗り心地としては全体的にどうでしたか？乗り心地も特に問題なくて、まあ、あんまり長距離をまだ一人で運転してないんで、うん、まあ、どうかなっていうところあるんですけど、腰の痛みとか、うん、けど、まあ、今のところは別になんかリッククライミングもできるしリッククライミング、うん、まあ問題ないんじゃないかなって個人的には思ってます。そう、今まで買った軽バンの中で一番乗用車っぽいというか、うん、作りがこういう布だったりとか、そうこういうプラスチックとか、うん、きちんと鉄板がむき出しっていう感じではなくて、うん、なんかきちんと作られてるんで、うん、まあ中に乗ってる感じは結構好きな感じではある。しかもなんか長く乗っていく面にではなんかそっちの方がいいかなって、うん、いいよな、うん、思いますね。鉄板剥き出しはほんま冷たいからな。そうやな、なんかちょっと寒さがあるよな、うん、それだけでな。この軽バンですね、しばらく乗っていきたいと思います。はい、引き続き皆さんお楽しみに待っていてください。ドライブスルーをしてからもまたね、ドリンクホルダーがないんで、この車めっちゃ大変なんだし。ドライブスルーするって話やねんけど、うん、前はエブリドライブスルーしてたからな、普通に、うん、ちょっと恥ずかしかったよな、まあまあまあ、ちょっと目立つからな、逆に悪目立ちすんねんな、うん。